うおー。皆さんおはようございます。こちら奇跡です。今日はですね、バンフ3日目ということで、ついにですね、あそこに行きたいと思います。バンフと言ったらここでしょというね、場所に今から向かっていきたいと思います。見てくださいよ皆さん、この景色やばいでしょ。もっとね、今日はこれをさらに超える最大級の景色を皆さんにこの動画を通してお届けしていきたいと思いますので、皆さんチャンネル登録高評価ぜひぜひよろしくお願いします。それではまずバス停に行ってみましょう。レッツゴー。さあ始まりました、バンフ3日目最終日。バンフの大自然にすでに魅了されまくっている僕らですが、今日はさらに魅了されに行きます。今回もアフレコから入っていきますが、これには理由がありまして、奇跡の声って意外にイケボで聞いてて居心地いいよねなんて声をいただきましたので、これからちょいちょいアフレコを入れていきたいかなというふうに思っております。さて皆さん、車窓からは今日も最高の景色が僕たちを迎えてくれます。今日ですね、バンフといったらやっぱり湖ですよね。多くの人が思い浮かべるのがそうなのではないでしょうか。そう、今日行くのはバンフの中でも超超超有名なレイクルイーズ&モレンレイクです。ここに行かずとしてバンフは語れない、そんな場所なんではないでしょうか。この2つの湖の写真をインスタで何回検索してみたか分かりません。誰がどう見ても美しい、そう言える場所なんではないかとワクワクが止まりませんでした。さて本日ですね、最初に向かうのはレイクルイーズでございます。氷河が溶けてできたこの湖はエメラルドグリーンに光り、見る時間帯時期によって色を変えてくれます。それゆえその美しさからこちらはロッキーの宝石とまで称される神秘的な湖です。レイクルイーズは車でもバスでも行くことができます。ただかなりの混雑が確定しているので車で行くのは正直おすすめができません。バンフのダウンタウンから直通バスが出ているので、そちらを利用することを強く心からおすすめいたします。チケットはですね、事前にオンラインでの購入がマストでございます。しかもレイクルイーズまで行ければですね、そのままモレーンレイクまでのシャトルバスも出ているので、一気に2つの湖を見れちゃうので、観光する際はとても楽ちんです。さて間もなく到着です。魅了されてきます。着きました。電気バッチリ、コンディションバッチリということで、ただいまからあの今おっしゃってましたけど、人の量が半端ないですね。他の湖とか他の、ね、観光地に圧倒的に大人気といったところでしょうか。ではお手洗い等々支度をして最大の目的地レイクルイーズへ行きたいと思います。行くぞ。バンス、レイクルイーズ参りたいと思います。言うといたら一緒に。すいません、あのちょっとここにテロップ出しておきますけど、あのヒゲ剃りのシェービングがなかったんで、ヒゲ剃れなかったんでちょっと汚いんで、あの不快な方は見ないでください。まあちょっと実はちょっとプチトラブルありまして、こうチケットのねことがややこしいんだよね今年は。本当に今年から結構変わってたり、なんか予約しないとダメとか予約しなくてもいいとか、結構本当ね情報入り乱ってるんですよ、入り混じってるんですよね。っていうところからこうすごく、ね、大変なところもあったんですけど、なんとか無事たどり着くことができましたんで、ということでですね、おーい、もう目の前にですね、これはやばいですね、広がっております。着きました。みんなこれがね、
わーお、これはやっぱ二の一ですね。鳥肌立ってる。え、やばくない？すごいさ。全部そうなんだよね。本当にバン振ってから動画で伝わるっていうこの壮大さ。皆さん見分かります？これ、この綺麗な色、冷たい？うわ、すげえ冷たい。いい水やな。湖がさ、濁ってるんじゃなくてこういう色なんだよね。エメラルドグリーンっていうの？エメラルドグリーンなんだよこの色。うわー、すげー、太陽出てきた。皆さん、ここで疑問に思った方もいるかもしれません。なぜ湖がエメラルドグリーンに光るのかと。一つ前の動画も見ていただいた方は思ったかもしれません。なぜなのかと。それは氷河が流れてくる際に同時に岩を削って流れてくる岩粉と呼ばれる成分が太陽の光によって反射されるからと言われています。一つ前の動画の湖も同様にこの岩粉と呼ばれる成分から来る色だからだそうです。まさに自然が作り出す神秘的な色なのではないでしょうか。伝わってるかな、この壮大さ。向こうの山の奥にはまだ雪が残ってて、どこまでも続いてるようなこの感じ、チルだね。じゃあね、ちょっと湖の周りを歩いていきたいと思います。これね、これ泊まれるんですよ、このホテル。あのビジネスホテルみたいな感じだけど、これ結構いいらしいんだよね。朝からその窓からね、レイクルイーズが見れると。めっちゃ高いです。でもさ、ぶっちゃけさ、でもここ泊まってさ、湖側じゃない方の部屋ってマジで意味ないよね、本当に。残念だけど、ちょっとあんまホテルディスんのやめよう。いや、こっちからのビューもビューだよ。思わん？いや、これやばいね、マジで。バンフっぽいよ、本当に。いや、バンフやから。これがバンフだよね、本当に。This is Banff。This is Banff ですね。いや、本当にすごい、マジで。なんかこういう景色をなんか映す的なのを普段やってないからさ、どういう風にこう視聴者の皆さんに伝えたらいいか分かんないから、あの言葉ではなくて皆さん、あのぜひ動画を見て映像でちょっと楽しんでいただければと思うから。で、これ面白いのがこの湖、いろいろ見れるあの方向がいろいろあるんだけど、その見る方向によってちょっとね、水の色がね、こう光の反射によってね、水の色がねちょっと若干違って見えるんですよ。コントラストがかかるんで、そこもぜひ皆さん楽しんでいただければというふうに思います。うわ、すごい、もう光って、太陽に光って、やばいやん。ということで、ここで最高の湖と出会うことができました。ということで、もう少しこの景色を堪能して今日は行きたいと思います。ということで、レイクルイズとはお別れです。次の湖に行きたいと思います。次の目的地にバス乗っていきたいと思います。Hello, sir. Do you have your permit? Yeah. Okay.
ということで、モレンレイクにただいま向かっております、今回のですね旅の最終目的地ということでラスボスですね。本当にそう簡単にさ行けないもんね。このそう簡単に行かせないぞ、ね、今年から車自家用車での乗り入れがね禁止になったので、だから要はツアーかもうレイクルイーズまで来てシャトルバスを乗るしかないんですよ。この2択しかもうない中で、君たちは何を選ぶんだと、どうやって俺にたどり着くんだと言わんばかりの感じで僕たちを待ってくれているモレンコにただいまバスで向かっております。もうねかなり山の中をね今行ってるんでね、これでまあそんなね遠くはないんで、到着を待っていきたいと思います。はい、ということで皆さん、ここがバンフ旅最後の目的地モレンコでございます。いや、ついにねここまで来たということで、トロントから飛行機を乗り継いでバスを乗り継いで、本当にラスボス感が強いですね。このラスボスにね、まあ、やっとご対面できるということで、この見てこの最高の景色をバックに今から行きたいと思います。カモン、これはちょっとヤバそうだぞ。ヤバそうだな、見てよ、だってほらすごくない、うわなんじゃこりゃ、うわいや、すごない？すごいよ。多分ちょっとここ正面じゃないから、ちょっともうちょいいい場所に移動しよっか。いや、でもここでもすごいぞ。うわー、すごっ。きれー。これさ、映像でもわかるよね、色がさ違うじゃん、あの奥とさ、わー冷てー、綺麗だな、綺麗だわ。あ、心が洗われてる感じがするわ。ということで絶景スポットを求めて駆け上がっていきたいと思います。結構険しい、お腹も空いたっすね。結構今日マクドしか食ってないんですよ、実は。腹減ったっすね。いやでもすげえ迫力、あおい、でもレベル違うぜこれ。あそこじゃない、向こうか、やばい。着いた、ホーリーシェー、
な見えるか。すげえよ。これが本物のモレーンレイクだ。やばくない？やっとここにたどり着くことができました。もう言葉いらないですね。もう来た瞬間にね、鳥肌立って、こういうね景色を見て生きていることを実感できる瞬間なんじゃないでしょうか。皆さん、次の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。Take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we go?